Лесы, поля, горы, реки и моря, даже небо и земля — это ты, это я. Пламя и лед, неподвижность и полет, непрерывный хоровод — все живет, все живет. Может, знает лес высоту небес, может, ведает река силу в облаках, или просто вновь родилась любовь, и откуда, как весна, к нам пришла она. Может, знает лес, сколько тайны у небес, может, ведает река, сколько слез в облаках.
尊敬するご来賓の皆様、尊敬する在日ロシア人同胞の皆様、祝上紳士の皆様、今年は新型コロナウイルスのパンデミックにより、我が国の大切な祝日であるロシアの日をオンライン形式で祝賀せざるを得なくなりました。本日はお忙しい中、私たちと共に祝賀の時を過ごすためお集まりくださいました皆様には、心から感謝の意を表いたします。1990年に、ロシア連邦の国家主権宣言が採択されてから
30年余りの時が流れました。それ以来ロシアは民主化、市場経済改革、新たな国家体制の創設、市民社会の形成など体制変革の道を歩んできました。今日ロシアにとって重要な課題は国内の持続的発展を確保し国民の福祉を引き上げることです。その実現を目指して我が国の政府が日々努力しています。我が国は定められた目的に向けて確実に進んでいます。過去数十年間ロシアは力強く前進を続け、世界の10大経済大国の一つへと成長しました。またその間さまざまな危機的事態をも乗り越えて、我が国の進展の阻止を目的とした一部の外部の勢力の試みを抑えてきました。皆様の多くはロシアを訪問され、ご自分の目でロシアが繁栄する様子をご覧になっているかと思います。一つだけの例を挙げたいと思います。昨年ロシアは世界の各国と同様、新たに出現した極めて危険な未知の感染症 COVID-19 という試練に直面することになりました。この困難な状況において我が国の学者研究者は真の飛躍を遂げ、今やロシアはスプートニック V、 エピワックコロナ、コービワックなど効果が高く安全で信頼できるワクチンを複数保有するようになりました。研究者らの功績は我が国が科学技術分野で培ってきた豊かなポテンシャルを示しただけではありません。感染症と戦う国際社会全体に多大な貢献をもたらしているのです。この分野での協力を進め、他の国々と技術を分かち合っていくことにロシアの立場はオープンであります。一番先に開発されたワクチンのスプートニクという名称は、ロシアが宇宙開発のために行った卓越した貢献を記憶させるものであります。我が国のユーリー・ガガーリンさんが人類史上初めて行った宇宙飛行の今年4月の60周年記念日に照らして、それを指摘することが適当であります。国際条理におけるロシアは大きな影響力を持つグローバルなプレイヤーの一つとして、平和を支持し、力や利益の均衡を尊重し、統合を目指して対等な立場とパートナーとしての敬意に基づく合計的協力を行っていくことを主張してきました。国際社会の未来は各国が共通の課題の有効的な解決策を見出すことができるか、また真の多国間主義という大義のために集団的指導権を発揮する用意ができているかにかかっています。こうした文脈において一層その重要性が増しているのが、国連が有する独自の正当性と可能性であり、また国連憲章に定められた国際法の基本原則であります。今日のロシアの外交の優先課題は着実で持続的な国内の発展のため好ましい環境づくりを行っていくことにあります。ロシアには建設的な対話と総合活動を分断と人為的制限なしで行っていく用意があります。こうしたことはすべてロシアの近い隣国であり、アジア太平洋地域における重要で有望なパートナーである日本にまさしく該当するものであります。激動する国際状況の中でさえ、ロ日関係は幅広い分野で進展し続けています。このことをお伝えできるのは私にとっても大きな喜びに他なりません。この前向きな動きにおいて非常に重要な役割を果たしているのが両国首脳間の関わりです。プーチン大統領と菅首相は2020年9月に行われた電話会談において、両国民及び地域の安定と安全のために今後とも二国間協力を全面的に推進していくことでお互いの考えを確認しました。エネルギー産業や輸送インフラストラクチャーといった戦略的な分野などで将来性のあるプロジェクトが日本のパートナーと共同して進められています。
また、マイクロエレクトロニクス、ロボット工学、人工知能、遺伝学といったハイテック分野での協力にも大きなポテンシャルが期待されています。ロ日両国の研究家と実業家が2020年に新型コロナウイルスのテストキットの開発と生産に成功したことは、それを明確に示しています。両国民の相互理解、信頼を強化していく上で、特別な役割を果たすのが地域間協力と文化、人的交流であります。ロ日地域姉妹都市交流年と、日本におけるロシア文化祭はその格好の機会となる と期待しております。一貫して前向きな方向で努力を重ねていくことによって、ロ日関係がポテンシャルを大きく活用し、質的に新たなレベルへと進んでいく雰囲気が醸成されると期待しております。親愛なる友人の皆様、本日、ご多忙のところ、私たちの祝日にお越しくださり、改めて御礼を申し上げたいと思います。皆さん方のご活躍と、ますますのご健勝を心からお祈りし、私からの挨拶とさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。ガルージン大使、ご列席の皆様、オンラインで参加されている皆様、ロシアの日に際し、ロシアの皆様、日ロ関係に携わっておられるすべての皆様に心よりお祝いを申し上げます。私は昨年9月まで日本国内閣総理大臣として、日ロ関係のさらなる進展に向け全力で取り組んでまいりました。プーチン大統領とは27回にわたる首脳会談を行いましたが、中でも2016年12月にプーチン大統領が私の地元山口県長門市を訪れたことを昨日のことのように思い出します。総理在任中、私は日ロの互恵的な関係発展の基礎となるのは文化交流や人と人の交流であるとの思いのもと、ロシアとの交流を推進してきました。思い出深いのは2018年5月にモスクワのボリショイ劇場でプーチン大統領と共に出席した日ロ交流年の開会式です。太鼓が鳴り響く中、甲冑を着た大勢の人が勇壮な踊りをロシアの人々に披露しました。それから2019年の2年間に日ロ交流年として両国各地において幅広い分野で数多くの行事が行われ、たくさんの方々がお互いの文化に触れる良い機会となりました。この際、私は秋田犬のマサルをザギトワ選手にお送りしました。その後、ザギトワ選手は日ロ共同制作の映画にも出演され、先般秋田を訪問されたと伺っています。2019年6月の G20 大阪サミットの際に、私とプーチン大統領の2人で日ロ交流年の閉会式に出席し、その際日ロ交流の裾野をさらに地方にまで広げるために、日ロ地域姉妹都市交流年の開催に合意しました。これは昨年1月から開始されていますが、新型コロナの影響で対面の交流行事が困難になっているのは残念です。しかし、オンラインを活用したイベントを行うなど、さまざまな工夫をして、これまで220件以上の交流行事が行われたと聞いております。それぞれの主催者の皆様の創意工夫とご尽力に敬意を表します。総理の職は退きましたが、これまで高村正彦元自民党副総裁が務めてこられた
ロシア文化フェスティバル in Japan の日本組織委員長に就任したことを受け、今後はこの立場から日ロ関係の発展に尽力していきたいと思います。心と心がつながる、人と人がつながる、さまざまな文化交流、人的交流、地方交流を今後も積み重ね、日ロ関係の互恵的な発展に向けた架け橋が日ロ両国各地で生まれ、将来に向けて大きく育っていくことを記念し、私のお祝いの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。外務大臣政務官の中西聡です。ロシアの日に際し、皆様に心よりお祝いを申し上げます。本日は茂木外務大臣からの祝辞を預かっていますので、私から代読いたします。ガルージン大使、ご参加の皆様、そしてロシアに関係するすべての方々に対し、ロシアの日に際して心からお祝いを申し上げます。日本とロシアが安定的な関係を構築することは、地域の安定と発展にとって極めて重要です。私は2019年9月に外務大臣に就任して以来、日ロ関係のさらなる発展に向け、ラブロフ外務大臣との間で4回の対面での会談、2回の電話会談を行いました。こうした会談を通じて、ラブロフ外務大臣との間で信頼関係を築き、特に2019年12月のモスクワでの会談では、8時間もの長時間にわたり平和条約交渉を含む日ロ間のさまざまな議題について率直な意見交換を行いました。引き続きロシアとの間で地域の重要なパートナーとしてふさわしい関係を構築すべく、平和条約締結問題を含む政治、経済、人的交流など幅広い分野において日ロ関係全体を発展させるべく取り組んでいく考えです。現在国際社会は新型コロナの世界的拡大がもたらす危機に直面しており、これをいかに乗り越えるか、そのための国際協力が重要です。日ロ間では新型コロナの影響により、両国間の活動にいろいろな制約がある中でも、日ロの企業による新型コロナウイルスの迅速検査キットの共同開発といった協力が実現しています。加えて日ロ間では経済分野含め、コロナ禍でもオンラインでさまざまな協議が行われています。私自身も昨年12月に行われた貿易経済に関する日ロ政府間委員会共同議長間会合において、レシェトニコフ経済発展大臣との間で8項目の協力プランの下で、両国の貿易経済分野の協力を進展させていくことで一致しました。また昨年から始まった日ロ地域交流年においても、新型コロナ禍でもオンラインを活用してさまざまな交流事業が行われています。このように日ロ間で工夫をしながら互恵的な協力を引き続き推進し、この困難な時期を共に乗り越えていきたいと考えます。最後になりましたが、皆様のご健勝、日ロ関係の一層の発展を記念して私の挨拶とさせていただきます。以上が茂木大臣からの祝辞となります。ありがとうございました。こんにちは。日本国経済産業大臣の梶山です。
本日は記念すべきロシアの日にあたり、心よりお祝い申し上げるとともに、一言ご挨拶申し上げます。日ロ関係は先人の絶え間ない努力により、さまざまな分野で進化を遂げてきました。特に6年目を迎える8項目の協力プランの下では、200件以上の民間プロジェクトが創出され、両国にとって互恵的な協力が各分野において展開されています。さて、今回の感染症は私たちに数多くの困難をもたらしました。それと同時に、感染症以前からの課題を解決することの重要性を改めて浮き彫りにしました。ヘルスケア、エネルギー、デジタルの分野はその最たるものです。これらの分野においても、新しい日ロ協力が今始まろうとしています。まずヘルスケアです。ハバロフスクでは日ロ予防医療診断センターの開設準備が進められています。遠隔診断等の先端医療サービスを提供するこのセンターが、ロシア極東における医療拠点の一つとなることを期待しています。また日ロ合弁企業による新型コロナウイルス迅速検査キットの製造・販売事業は、直近の日ロプロジェクトの中でも特に社会的インパクトの大きなものです。これまでに1500万回分相当が出荷され、ロシアを含む17カ国で活用されています。迅速で持ち運びの容易な検査キットは、コロナ禍における経済活動を展開していく上での前提となるものです。日本企業の有する基礎技術と、ロシア企業の有するデバイス製造技術が組み合わさった本プロジェクトは、その互恵性においても、今後の日ロ協力のモデルケースになるものと確信しています。エネルギー分野も重要です。エネルギー協力は8項目の協力プランにおいても最大の柱の一つです。二酸化炭素排出量の少ないエネルギー資源である天然ガスについて、北極 LNG2 をはじめとするロシアの有する豊富な資源とアジア市場の旺盛な需要を結びつけるプロジェクトや、再エネ、省エネ、原子力分野の協力を引き続き進めます。これらに加え、水素、アンモニア、CCUS、カーボンリサイクル等の重要分野に関する日ロプロジェクトを創出するべく、ロシア側関係省庁とも連携を強化していきます。これらの取り組みは、世界的な気候変動に対する国際的な取り組み機運の高まりとも気を一にするものです。また、デジタルも今後の経済社会の在り方を規定する重要な分野です。スタートアップを含むデジタル企業間の相互交流は一層進展しています。昨年10月にオンライン開催された CTEC には、ロシア企業が2回目となる出展を果たし、日本企業との商談会が行われました。本年3月にはヘルステック分野でのオープンイノベーションに関するオンラインイベントも開催され、ロシアのスタートアップ9社によるピッチセッションが行われました。引き続き技術・人材の両面からデジタル分野における日ロ企業の協業を後押ししていきます。ロシア経済分野協力担当大臣として、菅総理とプーチン大統領との首脳外交の下、新たな時代の日ロ協力の進化に向けて取り組んでいくことをお誓い申し上げ、挨拶とさせていただきます。バリショーエスパシーバ。Woo!
Вдоль берега.